本当にこういろいろなこう環境の、こういった環境の中で、将来は、継ぐことになるのかなというふうに思われつつ、いきなりじゃあ大学を卒業して会社に入られたかというと、そうではなくそうじて、ゃないです銀ね。行に。物産だとか、いわゆる銀行よりも商社の方がっていうか合ってるんじゃないかなというふうには思ってたんですけども、親父がそこを受けてみろっていうふうなるにほど。言われたんで、他のところの学あのまああの企業のあれもこう調べてたんですけれども、それで企業訪問もしてたんですけれども、そういうふうに話がもうできてたんでしょうね。ですからそういう意味でそういうことを言われたんで分かりましたということで、そういうことを受けてみたら、ある程度なんていうんですか、私の能力だったら普通は銀行に入んないはずなんですけども、銀行が受け入れてくれたということは、やっぱり親父がそのなんていうある程度の話をしててくれたんじゃないかなというふうに思いますし、やっぱりそこの中でやっぱり企業を継承していくところのいろんな知識だとか、あるいはそういうようなものが、銀行の本がいろんなことを勉強するに適当であろうというふうに父が思ったんだというふうには思いますけどね。やっぱりこう戻られてからもいろんなこうご経験につながっているというふうに伺それっているはんですそうでが。す。それはそうだと思います。一番のあれがなんていうんですか、給与システムなんですよね。私総務に入った、時にですね、それを思い出して、そのシステムというものをどうやってうちの会社の中にこう取り入れていくか、これをやっぱり非常に考えました。でそれが合法がいくつ上がるかっていうのがやっぱりその人のこの評価になってますんで、ですからこの人は私よりも評価されてるのか評価されてないのかっていうのを、それを確認というか、そういうものをするためにちょっとなんていうんですか、喫茶店行ってそんなことを聞いてる人たちを見ましてですね、その合法1合法が50円なんです。だから我々はその時にどうやってこれだけの差でやっぱり人を働くようにさせるようなシステムを考えていかなきゃいけない。やっぱり我々の給与はこちらに入ってる時ですから、親父さんが鉛筆なめなめですもん、これはこんなもんだろう、これはこんなもんだろうというふうに給与をつけて、もっとたくさん上げてるのにそれだけの目標値がないんですよなるほどね。ですね。だからそういう意味で銀行のシステムすごくその給与システムはいいなということで、自分でそれを思い出してですね、それでその合法が上がるようなポイントを作って、給与システムを作ったわけですけどね。その社内からそんなの今までやったこともないのにうまくいくのかとか、そういうこう反発みたいなのだは。からそのところで自分でやって、そのずっとそういうようなもの枠をつけたらどういいなというふうに思って、それを急にその部下に言ったらば、それはそういうような反発になってくると思うんで、だから大番頭がいたんで、その大番頭にこういうことで毎年やって、こういつやっていつも足んなくなると追加して、追加が多すぎてまたイメージで持ってるから、この職人にもこの職人にも追加だ追加だってやっちゃうから、そうするとぐっと多くなっちゃってっていう話で、だからもう少しそういうようなもので予算を立てていったらどうですかっていう話をしたんですよ。そしたらそこのあれがすぐっていうわけにはなかったわけですけど、ある程度ブツブツ言ってたらですね、ある程度の期間でそんなに長い期間じゃなくて理解してもらって、じゃあそういうことも含めて仕入れをやっていこうかっていうふうになって、急にだからドラスティックに変わったわけじゃなくて、少しずつそういうふうに入れてってもらったっていうかな、それで変わってきたっていうことですね。